はぁ、エコネこんばんは、はるけです。今回は現環境最強 LB ランキングになります。今の環境下の中ですね、強い LB 選手を最新のトップ10で紹介していきたいなと思いますので、少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは早速紹介をしていきます。まずは第10位ですね。第10位はですね、アルティメットバースデー、グリマルドですね、グリマルド。SBC で作れた選手でかなり格安でしたね。なんでこれによってですね、非常に使っている方多いんじゃないかなと思います。個人的に今の現環境十分トップ10には入る力は持ってますね。やはり一番パス能力がすごく高いっていう風なことで、まあ LB のね選手サイドバックにもパスが求められている時代でですね、あまりミスをしないっていう風な選手になりますね。でまた守備面に関しても予測がね新しくついたという風なことは非常に大きいなと思います。低身長なんですけれども、この予測のプラスによってまだ取り切れるような力を手にしたという風なことで、本当こう攻守に多いですね活躍できる、そんな選手として出てきましたね。そして続いては第9位ですね。第9位はですね、ファンタジー FC ヒーローリザラズですね。リザラズプラス2上がりかな、最終的にはされまして、フルアップグレードをされました。まあ、93になったという風なことで強くなったカードになりますね。ジャンプがね、ちょっと低かったりとかはするので、空中戦はね、どうしても弱さはありますね。身長もそこまで高くはないんで、空中戦使われてしまうと、ちょっと厳しいかなっていう風なところではあるんですけど、ただですね、クイックステップのプラスとペースの速さっていうのはもう十分ですし、またですねドリブルに関しても軽い選手、持ち運んでいける選手にはなりますね。あとはこの人もね低身長ながらに全然守備はねいいっていう風な選手になりますので、非常に素晴らしいな。また逆足さんだったりとか少しね気にはなるんですけれども、十分使いやすいサイドバックで、まあ、今回第9位に、ね、入れました。そして続いて第8位ですね。第8位はですね、ゴラッソアイコンアシュリーコールですね。アシュリーコール、コール非常に強化をされたカードとして出てきまして、逆足が4っていうのが非常にでかいと思います。また能力のアップグレードもそうですけど、もともとやっぱり逆足2だったんで、うん、そっから一気に4っていうのは非常に大きなアップグレードかなと思います。で攻撃的なサイドバックとしてのスピードだったりとかドリブルの軽さってこれとしっかりありますし、あとはね守備もね普通に強いんですよね。もちろんフィジカル面で少し取り切れなかったりとか、球際のね部分で負けてしまったりとかあるんですけど、ただ全然いい攻撃性能を考えると総合力っていうのは非常に高い選手になりますね。あとはこの人パスもね上手いっていう風な選手にはなりますし、またジャンプもねある程度あって、身長は低いですけれども頑張ってはくれるっていう風な選手になりますので、うん、この人も非常に強化をされた選手で強い LB になってますね。そして続いては第7位ですね。第7位はですね、ゴラッソアイコンロベルト・カルロスですね。ロベカル55になってますね。まあ、サイドバックに55いるのかどうかっていう感じなんですけど、ただまあ55であるに越したことないと思うんで、そのところで非常にアドバンテージかなと思いますね。ペース速くってドリブルのある程度軽くって、あとは守備もねしっかり強化されたっていう風な選手になりますね。身長小さいんですけれども頑張ってフィジカルで取ってくれたりとか、あとは特にインターセプトかなが上手い選手になるんで、よくパスカットをしてくれるっていう風な選手になります。またこの人も攻撃的なサイドバックとして攻撃性能高いですし、あとはクロスのプラスもついてるってことで、クロス性能もね高くっていいクロスがいくという風な選手になってます。あとは低身長ですけど、ジャンプの数値もまあめちゃくちゃ低いってわけではないんで、頑張ってくれるという風なことで、この人も非常に強いですね。強い LB 選手になってます。そして続いては第6位ですね。第6位はですね、フラッシュバックアルフォンソ・デイビスですね。デイビスまだまだ強い選手になってますね。特に攻撃的なサイドバックで使えると、非常にこの人の良さっていうのは生きるかなと思いますね。スピードに関してはですね、現環境でも十分ぶち抜ける力は持ってますし、あとは守備能力低いんですけれども、なぜか取ってくれるっていう風な力があります。あんまり気にならないっていう風な選手で、あと空中戦もね強いっていうのをいいポイントになりますね。まあ本当スピードっていう風な部分でかなりアドバンテージがある選手になりますし、まあケミが合う方はまだまだ使っていってもいいのかなと思います。
そして続いては第5位ですね。第5位はですね、ファンタジー FC ヒーローボンパストルですね。ボンパストルに関してはプラス2上がりかな、押されたというふうなことで、前回のランキングからデイビスを超えたというふうな評価にしてます。それこそ空中戦だけで言うとデイビスの方が上なんですけど、プラス2されたことで総合力っていうのがより高くなりましたね。普通にシュートも決めれるっていう風な選手によりねなりましたし、また軽さっていう風なところとスピードをね生かして、この人めちゃくちゃ持ち運べる選手になってます。あとパスがねめっちゃうまいっていうのもいいポイントにはなりますし、あとはクロスのねプラスもあるっていう風なことで、非常にまだ中盤として見てもね全然強い選手になってますので、まあこれはちょっとデイビスよりちょっと上に上げてもいいかなって思ったりしましたね。あとは予測だったりとかクイックステップなんかもついてるっていうのは素晴らしいなというふうには思いますし、まあ低身長のサイドバックの中で言うとですね、めちゃくちゃ強い選手にはなってますね。そして続いては第4位ですね。第4位はですね、 TOTY キャシャウィですね。キャシャウィ、まあ Y 選手というふうなことで、まあ最後までね使えるカードかなと思いますね。全然普通に強いっていうふうな選手で、若干フィジカルのね数値は気にはなるんですけれども、ただやっぱりこの人もねパスめっちゃうまい、ありがたいなって思うパス精度になってますし、ペースもね十分あります。あとはブロックのプラスっていうふうなところで、攻撃だけではなくってその守備面でもね貢献ができるっていうのはいいポイントになりますね。本当にまあフィジカルぐらいですかね、フィジカルがもっと高ければっていう風な選手になるんですけれども、他はそこまで気にはならない、現環境全然通用するっていう風な選手になってますね。そして続いては第3位ですね。第3位はですね、 TOTY テオエルナンデスですね。まあ圧倒的な守備力ですね。守備能力以上に力があるっていう風な選手で、ペースもですねめちゃくちゃ速いっていう風な選手になってます。またパス能力だったりとかドリブルの改善っていうのもこの Y のテオは見られますので、まあ、テオにしてはまだこうモテるというか、軽いっていう風な選手になります。パスも上手いっていう風な選手になりますね。でまた空中戦に関してはめちゃくちゃ強い選手になってます。本当競り負けることが少ないですね。なんで空中戦でああもうどうしようもないっていうことがテオの場合はないので、そこがめちゃくちゃいいポイントになりますね。なのにドリブルもしっかり改善されているっていう風な選手になるんで、まあ3位ではありますけれども、非常に最強クラスの LB 選手になってますね。そして続いては第2位ですね。第2位はですね、ファンタジー FC ロルフォですね。この人もマジで強いね。まあ予定通りというか予想通りプラス4をねしっかりしてくれたという風な選手になってます。フルアップグレードをしてくれて93までいってますね。逆足5という風なところとパスのうまさっていうのが非常に素晴らしいですし、シュートも余裕で打てるっていう風な、普通に決めてくれるっていう風な選手で、ペースも91あってフィジカルも強い。だから身長ねそこまでめっちゃ高いってわけではないんですけれども、フィジカルであんま負けないですね。ちゃんと取ってくれるし、相手のでかい選手に対しても対応してくれるっていう風な選手になってます。守備も全く問題はないし、あと空中戦もねなんかめっちゃロルフォの負けるっていうこともないんで、本当にね攻守万能すぎるというか、まあ CM でね使ってる方も多いかもしれないんですけれども、全然中盤任せれるっていう風なキャラクターになりますね。本当なんか何も言うことがなくって、こういうのも最後まで全然使えるっていう風な選手ですね。そして続いて第1位ですね。第1位はですね、ファンタジー FC メンディーですね。メンディーがこれで第1位という風なことで、この人も能力が上がりまして93まで、いってますね。守備能力に関してはねロルフォーよりも劣ってはしまうんですけれども、この人もね手を同様に守備能力以上になんか守備力があるように感じる選手になりますね。全く問題はなくて、かつフィジカルも強いし、あとは空中戦も強いし、でまたドリブルもね軽いし、パスも上手いし、この人もね逆足ゴーという風なことで、あとはシュートも全然打てるし、またペース99っていうのが素晴らしいですね。本当に速さっていうところで負けないのに体強くて取り切ってくれるっていう風な選手になりますね。だとはクイックステップのプラスもねついてるんで、ペース99かつ
クイックセブンプラスなんで、もうめちゃくちゃありがたいなと思います。あとはブロックだったりとかラピッドだったりがついてるっていう風なことで、まあ値段もですねめちゃくちゃ高い選手になってますけれども、 LB ですよ、 LB で500万ぐらいですから、かなりね価値があるカードで強い選手にはなってますね。こちらが現環境最強 LB ランキングになります。少しも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。